速報です。ついに、石田水最新作、超人 X の単行本の発売日とカバーイラストが発表されました。12月17日金曜日に第1巻、第2巻同時発売です。いやー待ってました。見てくださいよ、このおしゃれなデザイン最高。 コースね。うん。1、2巻合わせて500ページ超えということで、現在13話まで公開されている超人 X ですが、一体どこまで収録されているのかというと、最新13話までのページ数が、トナジャン版、トナジャン版ですね。えー、で、合計454ページなんで、13話まではまあ確実に入っていると。で、目次やら扉へやら、 東京グールの時みたいには4コマなんかも挟んだりすると、まあ500ページになるんじゃないのかなと思います。まあ、もしかすると次回14話まで入ってるかもですね。えー、ただ、塩崎手津編も終盤に近いんで、第3巻のカバーイラストが塩崎なら14話あたりは3巻へ持ち越しかもしれません。 まあね、あのー、とにかく楽しみですね。待ちに待った単行本ですよ。 うん。書店によって特典とかあるんですかね僕はとりあえず Amazon で2冊ずつ予約はしましたけど、皆さんもう予約したんでしょうか一つ、うん、心配事があるとすれば僕はその日ですね、会社の忘年会が、えー、おそらく入るんじゃないかということで、えー、届いた超人 X 第1巻第2巻をですね、すぐに拝むことは、えー、できなそうということですね。まあ何せよ発売日とても楽しみです。ではまた。